ちは、こんばんは、エイです。今回はアンスタのグッズを開封していきたいと思います。消してしまった自己紹介の動画などを見ていただいた方はわかると思うのですが、私はアンスタは名前を知っている程度だったんですね。で、もちろんゲームもやってないし、でも周りにアンスタ好きな子は結構たくさんいて、なんかチラッと知ってたんですよ。で、とりあえずアニメをやってたじゃないですか。アニメ見てみるかと思って見てたんですけど、もう全然わかんなくて、でも見てたんですね、結構。で、そしたら、ナイツの回で、ナイツに見事に惚れてしまって、もともと千秋先輩とか、カオルくんとか気になってたんですけど、ナイツ出た瞬間、もうここでナイツに惚れてしまって、でも、ちゃんと、そう押そうと思ったのが結構最近で、アンスタのことは全然わからないですし、なので見ていて不快だなと思う方がいるかもしれないので、もしそういうのが嫌な方はここで動画を止めてください。で、アンスタのグッズはまだにわかなので買うつもりもなくて、ゲームを今ちょっと始めてるんですけど、ちょっとずつやってって、もし推しがね、まだアニメでしか見てないので、もし変わっちゃったら怖いなと思って、買わないで行こうかなと思ってたんですよ。で、普通にスーパーに行ったら、スーパーとかに売ってるガムとかが入ってる商品あるじゃないですか。こちらがなんと見てください、半額になってしまってて74円で、で8個も残ってたんですよ。で、これ調べたら2019年の3月に出た商品みたいで、と思って、このままじゃ捨てられちゃうんじゃないと思って、こんなでっかく顔のど真ん中に貼られちゃってますけど、このシノノンとラズナくんがもうかわいそうになってきて、残ってた8個全部買ってきてしまいました。これ完全にやらかしましたね。でも6個買って651円だったんですよ。すごいお安く買うことができました。なので今回はそれを8個全部開封していきたいと思います。まあ、狙いは、ナイツですけど、まあみんな可愛いからなっていうのと、友達とかに知ってる子がいるって言ってないですか、言ったじゃないですか。なので友達の推しも出してあげたらなと思います。今最初、せーの、ほい。夏目くん、夏目くん、ちょっと待って、2枚目が見れない。夏目くん、ちょっと友達っていうか知り合いに推しがいるので、かっこいい、かっこいい、かっこいいですね。甲賀くん、ワンコって呼ばれてる子ですよね。いやー、やばくないですか。下ベロンって、ありがとうございます。夏目くんと甲賀くんが来ました。あ、みんなワンコって呼んでるから、なんか、でもワンコって呼ぶのが、なんか恐れ多くて言えないんですけど、あ、見ちゃった。2個目が、1枚目がトリックスターで、1枚目が、はい、ソラくん。ソラくんめっちゃ可愛くないですか。ソラくん可愛いなぁと思ってます、本当に。トリックスターは、やっぱりメインでお話が進んでいったので、なんかそれぞれよく知る、特によく知ることができた4人なんですけど、もうなんか4人でトリックスターですよね、本当に。もう3パック目、せーの、はいはい、渚さんかっこいい、渚さん美しい、なんか綺麗な感じの方ですよね、この方は。やばい、なんか前の動画の絵の具がね、ちょっと入っていて申し訳ないんですけど。で、あ、先生ですよね。ごめんなさい、先生は本当にそんなにわかんないんですけど。先生もイケメンって。これ先生推しもいそうですよね。いるんですかね、いや、知りませんけど。では4パック目。せーの、ほい。千秋先輩、めっちゃかっこいい。
でも私知り合いに中期先輩推しが3人いるんですよ。いやでもちょっとこれは自分で持っときます。まあ狙いはナイツで、イブ、イブのお二人。このミニキャラってトリックスターの時にも思ったんですけど、可愛いですね、ほんと。これナイツもあるのかな。ちょっと一応全72種で調べて確認したんですけど、ちゃんとは把握してないのでちょっと気になります。欲しいな。でもあるなら、あ、見ちゃった。まず1枚目、5バック目の1枚目はミカちゃんが来てくれました。ミカちゃんオットアイっていうのをなんかコンプレックスにしてるってなんか設定でなんか読んだ気がするんですけど、可愛くないですか。それで関西弁っていうのも可愛くて可愛いなと。あ、ともやくん、ともやくん、ともやくん、え、ちょっと待って、ちょっと待って、72種ってきついね。これナイツマジで一人も来ないのかな。でもなんか満足だけど、なんか今現状で結構。じゃあ7パック目、せーの、ほい、つかさっち来た、来ました、来ました、来ました、やった、え、やった、めっちゃ嬉しいです。で、ハスミン、いや、かっこいい、本当にかっこいい、本当にかっこいい、本当にかっこいい。ごめんなさい、私語彙力がなくなるんです。推しを目の前にするといつも無理好きしか言ってません。大体同じ言葉を繰り返すんです。箱お願いします。7パック目とか言ったけど今の6パック目でしたね、すいません。あ、見ちゃった、見ちゃうの多いな。せーの、はい。でこっちが流星体と、え、え、先生ですか。え、先生ですよね、かっこよすぎません。え、流星体かわいい、え、すごいかわいい。流星体もなんか流星体として私は結構好きなので嬉しいです。いや、え、先生イケメンすぎません、これやばいですよこれ。あー、見ちゃった。なんで私こんな見るんですかね。せーの、はい。アドニスくん来てくれました。すごいアドニスくんはなんか可愛いなという印象を受けております。私はだからなって、はい、つむぎさん、あー可愛い、なんか可愛いし美しいしかっこいいし、この人何なんだろうね、ほんと。うん、あ、でもナイツかな、つかさくんしか来なかったけど、まあ、72種ってなると結構ばらけますね。でも千秋先輩とつかさくんが来てくれたので満足です。私はここまで見ていただいてありがとうございました。よければチャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。バイバーイ。